We're back. We're right in the same spot where we left, and we're not going to go to the camper just yet. If it allows me, I'm going to go over to the shopping district over there and see if there is any way I can get... Oi. Oh, never mind. Okay, it's not going to let me do that. I guess we're just going back. Get anything here? Mm-hmm. Okay, yes I can. You didn't let me get any of the other stuff, because I still want my Suga. Vending machines are apparently okay, but... Ikuzo. Yeah, I mean, it's not letting me into any of the other shops. So okay, we'll do the main story objective. それじゃあ簡単に状況を整理しましょう。ソフィア、ここにジェイルがあることは間違いないのよね。市内に入ってますます匂いは強くなってる。間違いない。そしてさっきの男の人、夏目暗号って言ったよね。そいつのことを軽く調べてみた結果、夏目暗号、文豪夏目漱吾の孫にして今をときめくラノベ作家。デビュー作「プリンス・オブ・ナイトメア」で爽快社大賞を受賞して華々しくデビュー。これがバカみたいに売れてんだよな。一巻だけで100万部突破。100万？それすごくない？ああ、デビュー作でこの部数なんてミラクル級の大ヒットだ。 SNS も確認してみたんだけど、ちょっと異様な状況よ。夏目の信者たちがいろんなとこで暴れ回ってるみたいなやつだろ。やつの本のキャラっぽい服を着てたって理由でその辺の人に殴りかかったなんて噂もある。ねえ、しかも誰もそれを止めないどころか叩いてる節さえあるわ。朝宗像に張り紙をするような連中だからな。節度をわきまえないのもうなずける。駅前でもファンの熱気がすごかったね。まるで何かの宗教みたいに。ネットの掲示板にもこいつ専用のスレが毎日100件近く立ってる。賞賛コメばっかだし、おまけに IP 調べたら全部仙台からだ。怪しすぎだろ。てか決まりじゃね？うん、確かに。まだ俺たちは奴の実力までは測れてない。もし本当にすごい奴ならジェイルもキングも関係なくて実力で勝ち取ってるってことだよね。いやけどキングの可能性だってあるだろ。それを調べるための調査だ。明日は夏目に的を絞って情報を集めようぜ。もし奴がキングなら渋谷のように改心された被害者がいるかもしれない。ああ忘れてたけど、一応刑事のおっさんにも状況の報告はしとくか。そうだね。何か別の手がかりを掴んできてくれるかもしれないから。それじゃ明日に備えて今日はそろそろ寝よっか。で、やっぱ俺らが上かよ。もうこれ外じゃね？てか狭くね？仕方あるまい。車の広さにも限界がある。それに言うほど悪くない。弟子たちが多くいた頃は狭いアトリエで雑魚寝など日常茶飯事だったからな。お前変にたくましいとこあるよな。てか普通に寝る流れになってっけど、本当にいいのかお前ら。みんなで夜通しトランプしたり一緒に寝ながら星眺めるとかねえの？そういういかにも青春って感じのイベント起きねえのかよ。いやそういうんじゃなくてよ。諦めろ龍二、明日も早いんだから
さっさと休め。つか、この中に3人と1匹って暑くて寝れなくね。そうだ、真夏だというのに毛皮が目の前にあってはな。仕方ねえだろ、猫なんだから。猫じゃねえけど。男子うるさい。左遷した。違う、そうじゃない、こうだ。よっしゃ。はあ、そうね。ママ。Let's begin our investigation. There's a bunch of stuff to go after. Hopefully it lets me buy stuff for you. それでいいのか。はいよ、どうも。お目が高いね。はいよ、どうも。また来てくれよ。何する？それでいいのかい？バイドリ、またよろしくな。Is there anything down here? No. Okay, that's just station. Okay, this is the place that needs to be gone to later. Is about what's going on, but it hasn't, it's not enough to help us. So. Alright. Okay, velvet room's here. I don't need the velvet room right now. Do the velvet room there. No! Yes, it is.
もういいや。I don't know if I agree with that. Nah. なんなの？もう。何します？チョコバナナ。That's not very good enough. Thank you.Unfortunately, it's not actually worth it. Nice. Can you tell there? いらっしゃいませ。Cheers. Ooh, cheers. あら、それにするの。あ、またおいでね。A couple of those, that's not... いらっしゃい。Oh, SQ's restoration? Yeah, give me all of that. はい、はい、はい、またね。待て、おかしい。Yeah, I'm kind of already ahead of you, but mostly because I'm just buying everything inside. Alright, let's get this over. 何にする？お目が高いね。毎度あり、ありがとうさん。Yeah, worth it for all around heals.Literally was a new one left, okay. Oi! Oh, no. Yosh!Okay, no, I wanna check. There's one more place that I need to go to. いいもの揃ってるよ。Oh, yeah. それにするのかい？しっかりそれにするの。はい、押す。しっかりそれしっかり押す。はい、押す。はい、ありがとうね。それにはいそれにしっかり押す。はいそれはい押す。はい押す。はい、ありがとうね。Greetings for later. It's gonna be good. Okay, now we can go back. そこら中あのキザ野郎の宣伝だらけ。頭おかしくなりそうだぜ。
案の定サイン会もすごい人混みね。人多すぎて吐きそうだぞ。アリスの時と同じようにここでエマのキーワードを配って改心させるつもりか。とにかくもう少し様子を見てみようぜ。あの夏目先生、いつも素晴らしい作品をありがとうございます。私あまりに感動したから先生の本を50冊買ったんです。私は100冊買いました。読む用と保存用と布教用と、それから。なんてことだ、ありがとう、嬉しいよ。先生の本は読んでるうちに不思議と勇気と希望が湧いてくるんです。だから先生の本のこと友達にもどんどん広めたくて。確かに僕は以前のサイン会で多くの人たちに届けたいとは言ったけど、なんだかすまないね。君たちあまり無茶はいけないよ。いいんです、これは私がしたいからやってるんです。安藤先生が小説を書き始めたのって病気で寝たきりの女の子のためなんだって。病気に負けないで僕の小説の完結を見届けてほしいとかって。ああ、もうヤバすぎるよね。本気で愛にあふれてるってか、成人かよって感じ。っていうかその話だけでもう泣けてきた。人生からして小説みたいっていうか、私たちがもっと安吾先生の善行を世の中に広めなきゃ。予想はしてたけどすごい人気だったね。病気で寝たきりの女の子のために小説書き始めたとか、そんな奴には見えなかったけどな。それにしても夏目のやつ、キーワードらしい言葉は言わなかったな。キングじゃないから、それとも警戒してるのかな。もしキングだとしたら、ここに集まってたのはみんな改心済みだったんじゃないかしら。キーワード配る必要がないと。てかお稲荷、さっきから何読んでる。夏目暗号の小説だ、プリンスオブナイトメア。買ったのかお稲荷。別に構わないが、俺はこの本が人々の熱気に見合う内容かどうか確認。それでどう、面白い。そうだな、なんといったものか。魅力ある創作物には作者が作品に込めた熱のようなものが溢れているものだ。たとえどんなに稚拙で荒削りであろうと、見る者に訴えかける熱い輝きがな。俺は文学のことはよくわからんが、少なくともこの本からそれは感じられない。文章そのものはうまくさえ見える。だが驚くほど空虚だ。まるで誰かの言葉を借り上辺。ちょっと見せて。ああ、これ2年前にやってたアニメのセリフだな。微妙に変えてんのがまた小賢しい。この展開もどっかで見たぞ。ここも、まあ、ここも。つうかこれいろいろな作品からつまみ食いしてつないでるだけじゃないのか。原作者でもファンでも激怒して大炎上するレベルだぞ。そんなまがいものの作品であれほどの人気を得られるとは到底思え。願いを奪わない限りな。こりゃ状況からして限りなく黒だな。キーワードさえ分かればジェイルに入って調べられるのに。取り巻きから聞き出すか。あれ全員願い取られた奴らだろ。渋谷の時と同じなら被害者が教えてくれるとは思えないわ。ちょい手詰まり感。あの刑事のおっさん、なんか言ってきてないか。今夜車まで来てくれるって連絡があったよ。何か情報を掴んだのかも。それじゃ
一度長谷川警部補が来るのを待つことにしましょうか。なあ、夏目はなぜこんな小説を書いたと思う？ああ、正直なところ、俺にもわからない。他人の作品を評説して作り上げたものがどれだけ賞賛を受けようとも、それは決して自分に向けられたものになり得ない。そんな偽りの賛辞など虚しいだけ。創作を生業とするものならばわかるはずだ。だからこそ腑に落ちない。奴がどんな思いでこの小説を書き上げたのか。二人とも何してるの？早く戻るわよ。すまない、引き止めてしまったな。さあ行こう。なかなかいい車じゃねえか。しかし、まさか仙台に寄り道してるとはな。どうしてここにもジェイルがあると分かった？それはまあ、匂いで見つけた。匂いすんの？それより調べてもらえた？ああ、夏目暗号だったな。確かに奴は怪しい。本の売り上げにしたって異常に高いのはこの仙台だけだしな。おおむねお前らから連絡があったのと同じ報告が俺のところに来てる。で、ここからは聞き込みで分かったことなんだが、夏目に行かれた信者どもはみんな絵まで奴の友達になってるらしい。そうなったが最後、そいつは借金してでも夏目の本を読むようになる。どっかで聞いた話じゃないか。アリスの時と同じ。ヒイラギアリスとは違う方法かもしれないが、夏目も同じ力を使ってると見て間違いない。そうなるとますますキーワードを知りたいところだな。もうさ、とっ捕まえて吐かせればよくね？そうなれば俺はお前らを暴行容疑で現行犯逮捕だな。ジェイルだの洗脳だの言い訳しても病院行きが関の山だ。だよな。それにやっぱり私たちは怪盗なんだし、表立った行動は控えないと。さすがは美少女怪盗、もっとエレガントに行きたいよな。美少女なんだって？美少女怪盗と申します。お前自分で言うんだな。それはさておきだ。何かキーワードを手に入れる方法を考えねえとな。そこで俺の出番だ。感謝しろよお前ら。というと？今晩夏目がプリンスオブナイトメアの100万部突破を記念してパーティーを開く。で、そのパーティーの招待状がなぜか人数分ここに。ということは、パーティーに潜入するってこと？面白そうじゃんな。あ、誰も服装なんか気にしちゃいねえよ。業界人のふりでもしてろ。どうだ、俺と取引してよかっただろう。なかなかやるなおっさん。ああやるじゃねえかおっさん。おっさんを見る目が変わるな。伊達におっさんじゃないね。さすがですねおっさんさん。お前ら
せめて名字で呼べよ。どんまい、おっさん。皆様、本日はパーティーにお集まりいただきありがとうございます。私からのささやかなお返しといってはなんですが、今日はぜひお楽しみください。いや、本当におめでとうございます。先生、皆さんが本を売ってくださったからですよ。僕はただ小説を書いただけです。いや、ご謙遜を。このご時世、似たような作品も数多い中、これほどまでの大ヒットはお見事です。最初こそ我々も文豪夏目漱吾の孫ということで話題を作りやしましたが、いやー、まさかここまで売れてしまうとは。世間の評価はひとえに先生の実力によるもの。先生は文壇における希望の星ですよ。私の実力ですか。さあ、それはどうだか。本の中身など関係ない。大衆は話題性さえあれば飛びついてくる。あとはそこにちょっとした物語を付け加えてやれば完璧だ。例えばそう、病気の女の子のために執筆を始めたなんて。ああ、失礼ですが、先生は本当に？それは秘密ということで。本物、本質、結局誰もそんなものには興味がない。ほら、前もあったじゃないですか、まだらめ一流祭の謝罪事件。あの人の代表作なんて言ったかな。さゆりでしたかね。そうそう、さゆり。あれも美の極致などともてはやされたが、私に言わせれば今やゴミ同然だ。あいつ、ゴミだなんてひどい。あの絵にどんな思いが込められてるか何も知らないくせに。ユウスケ、気持ちはわかるが今。大丈夫だ、頼みがある。ここは俺に任せてくれないか。必ず奴からキーワードを聞き出してみせる。でもよ。みんなは先日の件で奴に顔を覚えられているかもしれん。その点俺は後ろに控えていたからな。気づかれる。確かにここはユウスケが適任かもな。頑張ってね。ああ、では行ってくる。突然失礼いたします。私、夏目先生の大ファンでして。ん？なんだね君は。失礼とは存じますが、よろしければサインをいただけないかと。おいおい、先生は忙しいんだ、後にしなさい。いいじゃありませんか、サインの一つくらい。ああ、本当ですか。寛大なお心遣いに感謝いたします。まさか夏目先生にサインをいただけるとは、身に余る光栄です。いやいや、気にしなくていいよ。物語を読んでくれる人がいるからこそ、僕たち作家は本を書き続けられるんだ。なるほど、とても素晴らしい考え方です。ああ、そうだ、先生はエマをお使いでしょうか。もちろん、あれはとても便利なものだからね。よければ友達になっていただけませんか。尊敬する先生をより身近に感じたく。構わないよ、僕は読者のみんなを大切にしたいからね。キーワードは
プリンスオブナイトメアだ。ありがとうございます。後で申請を送らせていただきます。それともう一つ、先生方は先ほどさゆりのお話をされていましたね。さゆりはゴミ同然、中身のない惨めなダサ作だと。ああ、聞こえてたのか。そこまで言ったかな。しかし君もそう思わないか。あの絵は結局マダルメ一流祭という名前にしか価値のなかった、見てくれだけの。あれは私の母が描いたものです。うですので、少々大人げないことを言わせていただきますが、さゆりは俺の母が命を賭して描いた最後の作品だ。あの絵には唯一無二の愛が込められている。他人の作品を氷接して作り上げられた貴様のハリボテと一緒にするな。な、君。俺は事実を言ったまでだ。では失礼いたします。目的は果たした。みんな一度外へ出よう。ハリポテだと。何も知らないクソガキが。先生、あんなものはただ難癖つけたい輩のたわごとにすぎません。ですからどうかお気を悪くなさらず。黙れ。まあいいさ、あいつもすぐに俺の信者になるだろう。すまない、最後は自分を抑えられなかった。いやいや、結果オーライだろう。キーワードさえ分かりゃ問題ねえ。ほんとグッジョブっていうか、よく言ってくれたって感じ。俺が奴の作品から感じたことが全て正しいとは言い難い。絵画にしろ書籍にしろ、作品に対して抱く感情はあくまでも個人の主観に過ぎないからな。いや、少なくとも私らはお稲荷のおかげでだいぶ生成したぞ。とにかくこれでキーワードは手に入った。あとはどこから侵入するかだな。入るなら仙台駅がいい。え、どうして。匂いが薄い、多分警戒が緩い場所だ。渋谷の時みたいに安全に出入りできると思う。ってことはいよいよだね。ああ、これで準備は整った。明日からジェイルの攻略を始めるぜ。おう、なあ、さっきユウスケは平静を装っていたが悲しそうな声をしていた。なぜだ。なるほど、人は大事なものをないがしろにされた時、怒るよりも悲しくなるのか。少なくともユウスケはそう感じたんだな。なんだか少しだけユウスケのことが分かった気がする。教えてくれてありがとう。お待ちしていました。この地にも願いを奪われた多くの人々の心の声が渦巻いている。同時に厄災の力が大きくなってきているのを感じます。あなたをここへお呼びしたのは大切なことをお伝えするため。あなた方の築いた絆がペルソナにさらなる力を与えられるようになりました。この力はやはり
旅路での新たな出会いがもたらしたもの。あなたの可能性を育む糧となっているようですね。大切にしてください。少し彼らが羨ましい。きっと彼らもあなたが運命を切り開くための力となってくれることでしょう。ではご武運を。シロリュウジ、いよいよジェイルなんだぜ。わーってるって、ちょっと興奮して寝つけなくてよ。遠足前夜か。中はどれぐらいの広さなのかしら。ソフィア、わかる？匂いの感じから言って、多分仙台市街をすっぽりと覆ってる。かなり大きいね。仙台で起きていることを考えれば、そのぐらいの規模であることは頷ける。だがそれもここまでだ。ああ、仙台ジェイル攻略開始だ。いいか、OK。So we have our next chapter. That's where we're going to cut it off for the YouTube recording today. So yeah, until the next episode where we are going to dive straight in as soon as we get a couple more supplies. And we'll probably work on our bond skills as well at that time. So yeah, thank you very much for watching. Until next episode, I will see you next time.